はい。というわけで、えー、多分動画が上がってるのはね、4月の8日だと思うんですけども、えー、今撮影してるのが4月の7日ということで、前日に撮ってるという感じでございます。4月7日はですね、今日、えー、先ほどですよ、あの、私がずっと押している、えー、もう元にはなりますけどね、えー、乃木坂46、斎藤明日香さん、えー、こちらの卒業コンサートがね、 えー、東京ドームで5月に行われますけども、えー、そちらの卒業コンサートの、えー、先行チケットのね、チケット登録が出たということで、えー、今ね、撮影をしているということでございます。 あの、乃木坂の登録撮影するの自体結構久しぶりなんじゃないかなというふうに思いますけどね。ここ最近はそれこそ坂道グループなんかの動画は、まあ自分というよりも東京組がメインでね、撮影をしてるという感じなんですけどね。えー、そちらも自分と同じく長年坂道グループずっと応援しているなんちゃんと、あとはミッキーさんがね、えー、いろいろ動き回ったりして、撮影したりしてるんでね。 ぜひそちらも気になる方、えー、見ていただければというふうに思っているんですけどもはいまあそんな感じでね前分けはこの辺で置いておいて実際にねチケットを登落見ていこうかなというふうに思います。今回自分はですね最終日18日のライブを2つ申し込んだと。 いう感じでございます。あの、モバイルの選考と、あとは、のぎ動画選考っていうのがあってね、そちら2個申し込んだという形でございます。はい。というわけでね、どうだったのか、早速見ていこうかなというふうに思いますけども、えー、先ほどね、メールが届いてたので、えー、そのメールを確認しようかなというふうに思います。でモバイルの選考見ていきます。えー、この度は、楽天チケットをご利用いただきありがとうございますと。はい。先日、おし込みいただいた講演に関しまして、 厳正な抽選の結果、チケットをご用意することが、できませんでした、ということでございます。はい、ダメでしたね。まあ、なんとなくね、わかってるんですよ。そうだろうな、と思ってたんですけどね。はい、そして、えー、次、えー、まだあるんでね、のぎ動画選考見ていきましょう。えー、先日お申し込みいただいた公演に関しまして、厳正な抽選の結果、チケットをご用意することが、 できませんでした、ということでございます。はい。というわけで、どっちもダメでしたね。いやー、まあ、そうか、そうだよな。まあ、なんとなく上がってたんですけどね。うん、まあ、仕方ないですよね。こればっかりはね。まあ、それだけ行きたい人が多いっていうことだと思いますし、あと、今回はね、あの、ツアーということで、あの、公式からも発表が出てましたけども、 海外のねえ、人たちも呼ぼうっていう話でね、ツアーが組まれてるのもあるので、そういうのもあるのかなっていうふうには思いますけどね。いやー、それだけ行きたい人が多いっていうことだと思いますし、まあ自分と同じようにね、あの、サ藤あすかさん推しの方がね、たくさん入ってくれたらいいんじゃないかなっていうふうに自分は思うのでね。まあ、今回決めていたのはですね、この先行で落ちたらもうね、後追いはしないで、自分はワンチャン配信があればそっちで見ようかなっていうふうに、えー、思ってたところがありましてですね。まあっていうのは、まあ、 この時期なかなか出費も多かったりするんですよね。あとは5月ってこともあって、自分個人的な問題にはなってしまうんですけど、結婚記念日もあるということで、まあなんかそっちを優先した方がいいのかなっていうふうに思うのでね。まあなので、今回もし、この先行落ちたら、ちょっとね、ここで、 諦めようかなっていう感じで思ってたので配信お願いします皆さんという感じでございますまあ、多分ね斉藤飛鳥さんの卒業コンサートなんで配信はあるのかなっていう風に思いますしまあ、なくてもね円盤化は確実にされると思うんでそれを待ちたいなっていう風に思っておりますはいというわけでねえ短い えー、動画にはなりましたけどもこんな感じで終わりにしようかなというふうに思いますあのお申し込みされた方ね、えー、皆さんどうだったのかぜひねコメントの方で教えていただければいいなというふうに思いますはいというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います